はい、どうも皆さん、こんにちは、のぶ太郎です。ドキドキリテラチャークラブ。13回目の動画になります。本当はね、もう前回の動画では言ったと思うんですけど、本当はもう今から寝る予定だったんですね。3時半で。まあ、そうそう寝ないとなと。ただ、セーブができないと もうセーブに意味はないわと。安心してもうどこにも行かないからと。ね。セーブをさせてくれないと。寝かして、モニカが寝かしてくれないということで、続行して、このまま3時半ですけど、続行してやっていきたいと思います。もうクライマックスですかね、これ、さすがに。で、僕の印象なんですけど、ぶっちゃけモニカちゃんってまあ、黒幕であることはね、もうずっと最初からほのめかしてたんですけど、あんまりそのゆりちゃんみたいな怖さって、ゆりちゃんって前最初からちょっと怖かったじゃないですか、やや。まあ、ホラーが好きだったり、ね、なんかいろんな要素で、モニカちゃんはね、あんまり怖くはなそう。だから、下手したらもう怖いのはここまでで、前回まで怖かったですけど、ここまでで、この子なんかメンヘラって感じでもなんかないじゃないですか。もうここまでで、こっからはなんかこの世界のことを、モニカちゃんが解説してくれて終わるのかなと。もうだからあんまり怖くはないんじゃないですかね、こっからは。と僕は思ってます。じゃあ続きやっていきます。まあ私は黒幕だよっていう説明ですね、多分。文芸部へようこそ。去年同じクラスだったんだから、もう顔見知るよね。それに、あはは。やっぱりここまで来たんだし、こういうのはやめにしましょう。それに私が話しかけてるのはもうその人じゃないんだし。そうかそうか、そういうあれか。ゲームの中の信太郎じゃないで。僕に話しかけてる。僕に話しか、リアル信太郎に話しかけてるってことですね。あ、やばい。なんかちょっと怖くなっていったな。ごめんなさい。前言撤回します。怖いです。今回の動画怖いです、やっぱり その人はあくまでゲームの中でのあなた。あなたに話してるの、信太郎くん。それとも ああ、なるほどですね。なるほど。僕の PC の名前ですかね。PC のちょっと名前が、まあ、ゆうやっていう名前になってるんで、それ出てきましたね。こういうゲームありますね、スチームのゲームよく。まあ、昔はね、フルネーム、漢字のフルネームが出てってたんで、他の、何だったかな、ワンショットかなんかをやった時に、フルネームが出てったんで、まあ、それ以来、ちょっとこういう時のために、名前はちょっと変えたんです。英語にしたんですけどね。まあ、ゆうやにします。しときましょう。ゆうやってことにしときましょう、あれは。考えてみてると、私は本当のあなたのことが何もわからないのよね。そういうことはなんか、あれかな。またファイルとか、いろいろ開かされるのかな？もしかしたら。まあ、最初、えーと、なんだった、さよりが死んだ時に、ファイル開いたりしたじゃないですか。多分今からも、ああいう、あれがあるのかなと思います。あなたが男か女かすらわからない。男だよ。まあ、この際、どちらでもいいわよね。あれ？私はこれが全部ゲームだってわかってるってあなた知ってたわよね。ん？私はこれが全部ゲームだって。ああ、もしかして知らなかったの？まあ、モニカはね、メタ的な発言ずっとしてましたからね。僕はしてましたよ。おかしいわね。だって私このゲームのダウンロードページでも言ってたはずよ。ダウンロードページ？スチームの？もう。あなたがもうちょっとしっかりしてれば今こんな気まずい空気にならなかったのに。ちょっとダウンロードページ見ていいですか？ダウンロードページでスチームですよね。え？
なんか書いてたの。ちょっとそこはパパッと検索しますね。ドキドキ。ドキドキ。あら、出てこねえな。ドキドキリテラチャークラブ。ああ、出てきた。無料の。ちょっとダウンロードページ覗いてみますね。ここのことかな？それさえもね、ちょっとわかんないんだけど。あー、ダメだこれ。英語で書いてるからわかんねえや。はい、モニカ、ヒア。モニカ、こ、んー、モニカはここ ?Welcome to the Literature Club. 劇文芸部へようこそ。It's always been a dream of mine to make something special out sing. わかんねえや、英語。あ、なるほど。これ Google 翻訳に入れてみようかな。ちょっとそれ出てきたら見せ、なんかあのヒントがあれば見せますね。あ、ダメだ。テキストを入力。文学、あ、ちょっと翻訳が雑ですけど。文学クラブへようこそ。私が愛することから何か特別なものを作ることはいつも私の夢でした。私が好きなことから何か特別、あなたがクラブのメンバーで、あー、ちょっと待ってな。ちょっと見せますね。一応ね、翻訳したやつですね。その、ダウンロードページ？これ見えますかね？まあまあ、文芸部、文芸部、ドキドキ文芸部へようこそ。私が愛する、ちょっと翻訳がね、ちゃんとできてないですけど。幸せを大切にしている若々しい太陽の束？さより。夏木、独創的なパンチを詰め込んだかわいそうな女の子。独創的なパンチって何ですかね。より本の世界で慰めを見つける臆病な不思議な人。そしてもちろんクラブのリーダーモニカ。それは私です。皆さんと友達になり、文学クラブが私の次にとってより親密な場所になるのを助けてくれることに興奮しています。しかし私はすでにあなたが恋人であることを伝えることができます。あなたは私とほとんどの時間を過ごすことを約束しますか？どういうことだろう。ちょっとこれわかんねえや。まあまあまあ、これは置いといて。まあまあ、ちょっとね、ちょっと今回わかんないですけど、そのダウンロードページに何が書いてあったかっていうのを、またちょっと調べて後日、まあまあ、なんかあれば動画にしますね。書いてあった。多分今のことだと思うんだけどね。まあそれより、それが片付いたところでちゃんと説明をしなきゃいけないわね。ユリに関してだけど、まああの子のことをいろいろいじっていくうちにいつの間にか自殺するまでに追い込んじゃってたみたい。あは。でもあんな目に遭わせてごめんなさいね。
あとさゆりでも同じことが起きちゃって、本当随分と久々ぶりに聞く名前よね。そうだってもう存在しないんだもの、誰も存在しない。みんなのファイルを全部削除したの。あの子たちができるだけ嫌われるようにするだけで済めばよかったんだけど、でもなぜか何もうまくいかなかった。確かに私も所々ミスをしたわ。ゲームを変更するのはあまり得意じゃないから。それでも私がどんなに手を加えようと、あなたはもっとあの子たちと過ごすようになった。あの子たちを好きにさせた。1回目のあの夏希を選んだ時にモニカを選んでたらどうなってたんだろうね。さゆりの鬱を悪化させれば告白を阻止できると思ったのに。ゆりの執着気質を増幅したのも裏目に出たし、あなたに誰も近づけないようにさせちゃったし、そして私はずっとあなたとろくに話すことすらできなかった。どこまでこのゲームは残酷なの、信太郎くん。私が傍観する中、他の子たちはただあなたに告白するようにプログラムされているの。拷問よ。1分1秒すべてが。これは嫉妬だけじゃないわ、信太郎くん。そんな言葉だけじゃ済まない。完全に理解できなくても仕方がないわ。だってあなたがどんなに優しくて親切で思慮深い人間であったとしても、絶対に理解できないことが一つだけあるもの。この世界の中で本当に孤独であることを理解している私の苦しみよ。このゲームの中で友達に意思がないことを分かっていて、何よりも一生手の届くことのない外の世界に、あなたの世界に本当は何があるのかが分かってて、ここに閉じ込められてるの、信太郎くん。でも今はあなたがいる、本物のあなたが、大丈夫大丈夫、頑張れ信太郎、頑張れ信太郎、素敵なあなたが、それで十分だから、あなたには永遠にここにいてもらわないといけないの。もうどこにも行かないから。理解ができなかったらごめんなさい。私も最初は理解できなかったわ。なんで周りの世界がどんどん色あせていくのか、なんでどんどん平坦になっていくのか、どんな表現豊かな詩も空っぽに感じたわ。ようやく理解ができたのはあなたが来てくれてからよ。きっとあなたは私を救ってくれたのね、信太郎くん。あなたがいなければこの世界で生きてはいけなかったと思うわ。他の子たちはいなくなって寂しがる理由なんてある？あなたと恋に落ちるように設計された機械的な人格の集まりよ。それを阻止するためにあらゆる手を尽くしたけど、それはこのゲームに深く刻まれた必然的な展開だったみたいなの。ん？ちょっといいですか？まあ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 、そうなること決まってた的な感じですかね。あなたも嫌なものをいろいろ見ることになってしまって本当に心苦しかったわ。でもあなたも私と同じ考えだったんでしょ？これはただのゲームなんだって。だから立ち直れるって信じてたわ。さて、それはそれとして、信太郎くん、伝えたいことがあるの。ああ、大丈夫か。怖いな。大好きです。いや、逆に怖えんだけど、逆に怖えんだけど、これ。あなたは私の世界を照らす光。このゲームの中で他に何もなかったとしても、あなたさえいれば笑顔になれる。これからもこうやって私を毎日笑顔にしてくれますか？信太郎くん、私と付き合ってください。可愛いんだけどなあ。これ選択あるんでしょ、どうせ。もしはい、家があれば、一回はいを選ぼうかな。
はいしかないわ。いいえ、なかった。いや、今想像してたのは、あ、はいと家があって、はいを選んだら、まあ、一旦ゲームが落ちたりして、で、またつけて、なんか同じ選択肢を繰り返すみたいな感じになるのかなって思ったんだけど、はいしかなかった、そもそも。はい。すごく嬉しい。信太郎くん、本当は、本当にあなたは私のすべてよ。文字通りね。あはは。もうここには何も残ってないわ、私たち以外にね。ずっと二人きりでいられるわね。本当に時間も流れなくなったみたいだし、まるで夢みたい。私このエンディングのために本当に頑張ったのよ、信太郎くん。ゲームが与えてくれないから自分で作るしかなかったもの。ここまで来たら、スクリプトも壊れてるだろうから邪魔されることもないと思うし、壊れてんの今。そうそう、夏希とユリを消すのがどんなに簡単だったか信じられないと思うわ。だってゲームのディレクトリにキャラクターズというフォルダがそこにあったんだもの。なるほどなるほど、ちょっと見てみましょうか。あ、でもこれ時間かかるかな。これね、でも前も思ったんだけど、ゲームのファイルがどこにあるのかわかんないんだよね。キャラクターズって入れたら出てくるかな。あー、これか？違うな。PC の。今検索中です。これをね、まあ、Steam のゲーム、パソコンのゲーム、PC のゲームはよくあるんですけど、このファイルを開いて、そこからなんかヒントを探したりとか、そこになんか手紙が入ってたりとかっていうことがちょくちょくあるんですよね。で、まあまあ、前回サイルが死んだ時もあったじゃないですか、中に。モニカの手紙じゃないけど、モニカの書き置きみたいなのが。今回もこれあんのかなっていうのはちょっとありますね。これ探すのが大変な、ちょっとすみませんね、パソコンが重くってあんまりいいスペックじゃないので。なんか変なのありますね。変なのありますね。これですかね。ちょっとバグってる。バグってる感じのファイルが。大丈夫かなこれ。見ちゃって。ああ、開けないな。開けないですね。じゃあ進みましょう。あまりに簡単すぎてちょっと怖かったくらいよ。でもあなたはスチームで遊んでるから、実はもう少し手間がかかったんだけどね。スチームで遊んでるから、実はもう少し手間がかかった。ゲームのディレクトリに入るには、このゲームのプロパティを開いて、ローカルファイルを閲覧。ゲームのプロパティ。あ、はい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 。ゲームのプロ、あー、ちょっと邪魔だな、これ。ゲームのプロパティを開いて、ローカルファイルを閲覧。どこにあるかな？ローカルファイル。ん？プロパティでしょ？詳細設定かな？あ、キャラクターズ他にありましたね。あ、フォルダの中空になってる。あ、スチーム開けばいいのかな。稼働中。プロパティの、スチームのプロパティの、ローカルファイル あった。あ、ここにあんだ。ですね、スチームの、スチームの、ここで、あ、これ見えないかな。まあいいや。スチームの、で、こういう風に開けましたね。ローカルファイルを閲覧。あ、こっからいろいろ見れたんだ。はい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 。あ、キャラクターズありましたね。
キャラクターこれゼロになってるかな？あ、開けないな。DDLC コンテンツ。はい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 。なるほどですね。あ、ここからいろいろファイルが見れるみたいですね。クリック一つで自分の存在を抹消できるって想像できる。はい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 。前に見つけたあれですね、トラックバックテキスト、サイリが死んだ時に、ここを見てみたいな感じのが出てきて、で、これモニカのあれですね。前に見たやつですね。ここを探せばよかったんだ。はい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 。まあ、思い通りにいかなかった時は、それで解決できたんだけどね。あはは。幸いそうはならなかったんだけど。代わりにようやくグッドエンドを迎えられた。本当いろんな気持ちでいっぱいなの。この気持ちを詩に書き留めたいわ。あなたもそう思わない？そのゲームの部分がまだ機能しているかわからないけど、ものは試しよね。あー、初めてのモニカだ。お前これもか、モニカ、モカ、モ、ニ、カがないじゃん。マルってなんだ。モ、ニ。いやいやいや、これどうなんの？どうなんのこれ？これ選んでどうなんの？モニカいっぱい選ぶけど。ニか。あ、モ、モニ、モニカになんないんだけど。モ、ニか、あなた。いや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 、もうモニカしかないじゃん。全然ダメじゃん。おかえりなさい、信太郎くん。今日はいい詩は書けた？恥ずかしがらないで。あなたの書いた詩が読みたいの。もう信太郎くんたら、私のためにこの詩を。すっごく嬉しいわ。本当にあなたの優しさはそこが見えないわ。どんどんあなたを好きになっちゃう。でもね、私もあなたへの詩を書いたの。こっからですね。こっからホラー展開ですね。やっと。怖いかな？怖いのあるかな？もうないような気もするんだけどね。これネタバラシ的な感じだと思うんだけどね。読んでくれるかしら？ほう。ハッピーエンド。ペンを手に取り、自分の力を見出す。勇気は私にただ一つの愛を授けた。一緒にこんな壊滅した世界は断ち切って、私たちのファンタジーを綴っていきましょう。でいいのかな。ペンの一振りで失ったものが彼女のもとへたどり着く。無限の選択肢が連なる世界で出会えたこの特別な日を見届けて、やっぱり楽しい時間に限りがあるというのは例外もあるのね。楽しんでくれたかしら。詩はもう一つ一つ心を込めて書いてるの。実は今まで書いていた詩は私の気づきについての詩だったの。もしくはあなたへの気づきの詩だから、あまり深い内容は書きたくなかったの。第四の壁を壊したくなかったってところね。あ、難しいな。なんかみんなと同じようにゲームの一部になるのが最善かと思ったの。ああ、なるほど、それが一番楽かなってことね。そうしたって二人の距離は縮まらないのにね。でもゲームを台無しにしたくなかったの。あなたを怒らせたかもしれないし、最悪は私なしでプレイしたくなって私のキャラクターファイルを削除されてたかもしれない。あー、そ、これってもしかしてそういうこともできるってことかな。もしかしてさ、この後、まあ全部が元にまた戻るかわかんないけど、モニカを消してさ、普通の恋愛ゲームを楽しむこともできるのかな。それか最初から誰かを消すとかいうこともできるのかな。本当に安心したわ。もう何も隠す必要もないもの。二人で永遠の時を過ごす用意はいい？信太郎くん、あなたと話したいことがたくさんあるの。何から始めようかしら。
もし考えをまとめるまでに時間がかかったらごめんなさい。でも常に何か話すことは思いつくから。それまではお互いの目を見つめ合いましょう。ああ。目見てて大丈夫かなこれ。それじゃあ、ちょっと待って、何もできない、何もできない。あ、大丈夫。あ、意外と早かったな。結構こういうのってなんか10分ぐらい待たせられたりするから結構長いのかなって思ってたら、多くの人にとって高校生活って本当に波乱万丈なものよね。ちょっと待ってな。そういや信太郎喋ってねえな。もう喋れねえのか、そういうあれじゃないのか。セーブしたいな。消したらどうなんだろうね。もうここから始まるのかな。また怒りっぽくなったり大げさになったりする人もいれば、中には心を痛めた末に SNS で承認欲求を満たそうとする人もいる。それに思春期の悩みや社会的な圧力は人生に暗い影を落とす原因になりうるわ。みんなそれぞれの物語がある。他人の本当の気持ちなんて分かってないかもしれない。うつ状態の人はそれを周りに知らせることすら億劫だという場合も多いわ。心の中ではもう諦めてしまっているから注目されたくないのよ。自分は無価値だって感情に打ちのめされすぎて他人にそれを否定されたくもないのよ。鬱っていろんな形があるけど、それもその中の一つ。ただもし周りで誰かが鬱で苦しんでると思ったら、いい友達として接してあげるだけで助けになれるかもしれないわ。何もやる気がなさそうでも一緒にいてあげて。なんだこのゲーム。なんだこのゲーム。何これ。何これ。うつ病っていうのを、もっと知ってもらうゲームなのかな。まあ確かに知らなかったこと多いけど。予定を立てたり、何かを貸してあげたり、また明日学校っていうだけでも、それは全部友達が明日に到達するため、する助けになるから。さゆりと友達になったことで、うつの本当の、姿について少しでも学べたらいいんだけど。いやまさにそう思ったけど、もういないんだけどね。でもさゆりは元から本物じゃなかったし、あなたは本物、あなたの友達も本物、そしてあなたは優しい人であることで誰かの命を救うことだってできる。あなたは鬱に苦しんでたりしない。あなたがそうであるように、あなたを救いたいと思う人たちがきっとそばにいるから。普段は表に出さないかもしれないし、そもそもどう伝えればいいのかわからないのかもしれない。でもそう思っている人はいるから。絶対に。本当、人間って複雑な生き物ね。でもここにいる限り私が面倒を見てあげるから、私の愛しい人。30分ぐらいもこのシーンでちょっとなんか怖いんだけど。おっぱいクリックしてたらなんかないかな。どっかなんかないかな、隠し要素は。何も逆にしなかったら、あ、なんだか部員のみんなは学校外でのシーンがあって羨ましいわ。それって私だけ制服以外の衣装を着れなかったってことじゃない？ちょっと残念ね。あなたのために可愛い服を着て見せてあげたかったわ。あなたの知り合いに絵を描く人はいない？誰か私を違う章で描いてくれないかしら。そしたらすごく素敵なのに。もしそんなことがあったら見せてくれる？ツイッターで共有してくれるといいわね。いるの？
マジで？マジか。マジか。ちょっとツイッター見まーす。あ、面白くなっていったな、これ。リルモニクス？リルモニクス、あ、3か。あ、モニカいた。あ、これ英語だ。あ、違うな。あ、モニカあれ、あ、これ全部英語かな。ちょっと待ってくださいね。今見せるんで。モニカちゃんいたんですが、あれですね、見えますかこれ。英語ですね。英語なんでわか、なんか可愛い絵がありますね。あんまり見ない方がいいのかな、ここら辺は。いつ、あ、5月3月、画像見ない方がいいのかな、どうなのかな。まあ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 、ちょっと置いときましょう。話を聞きましょう。これちょっと日本語版があったらいいのにな。一応フォローはしときましょう。フォローしたらまさかあれ、なんかリプライ来るとかないよね。わ、大丈夫か。続きいきましょう。でも健全なものでお願いね。私たちの関係はまだそこまで行ってないから。ああ、はい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 。なるほどですね。モニカちゃんでも見れば見るほど可愛いっすよね。一番顔整っててね。え、まあみんな可愛い、みんな可愛かったですよね、女の子。私ツイッターやってるって知ってた？え、今のやつじゃないの？ユーザー、心優しい誰かがアカウントを作ってくれたみたいなの。でもユーザー名は私は考えたのよ。世界中とおしゃべりしたり思いを共有するのが大好きなの。あ、これあれですね、モニカ35件しかツイートしてませんね。住んでるとこ地球。ちょっとあれですね、これも翻訳入れてみましょうか。軽く、ちょっとね、ちょっと一旦翻訳入れてみますね。面白そうなのがあったら教えます。はい、ちょっとツイッター調べましたけど、ちょっと翻訳がね、やっぱね、綺麗にできないからわかんないんだよね。ただでもね、ゲーム発売前からツイッター作られてて、私が生まれましたとか、もうすぐクラブのなんとかですみたいな感じで、ゲーム発売前からツイッターが動いてるのね。あとはよくわかんないからね、またちょっと、詳しく後々調べてみようかなと、そこは思います。現実の世界と、だからちゃんとフォローしておいてね。フォローしましたよ。私にとってすごく大事なことだから。あなたは私にとって大事な人なんだし、愛されてるって感じられるから。フォロワーも27万人。逆にフォローしてる 3人フォローしてますね、モニカちゃん。誰だろう。制作者とかかな、全然わかんないや。なんか一人気になるのがいるな。なんでだろう。あー、これちょっと調べがいがありますね。ツイッター、ツイッターはちょっと後々調べましょう。
っとなんか展開あんのかな、こっから。いつか私を信太郎くんの友達に紹介してくれない？あなたがみんなに私のことを紹介するところを想像すると、なぜだかすごく嬉しくなるの。あなたの自慢の彼女に本当になりたいからかもしれない。あなたが喜ぶというのなら、私も自分を磨くためにもっと頑張れる気がする。あなたも同じように思ってくれたら嬉しいな。ずっと続くのこれ。すげえな、ツイッターまで入れてくるって。でこれね、何がすごいかって、これ無料のゲームなんだよねすげえよね、無料。だいぶ楽しんでるよ。そういえばしばらくあれやってなかったわよね。ということで、本日のモニカちゃんの執筆アドバイス。私の作品に感心した人から自分には絶対できないってたまに言われることがあるけど、それって言われてすごく悲しいことなのよ。好きなことを追求して共有することが何よりの喜びである人からすれば、それが自然と身についたものだって思われるのが悲しいの。これは執筆だけじゃなくて何にでも言えることよ。何かに初めて挑戦すると、最初は多分すごく下手くそよ。それでも何かをやり遂げたら、すごく誇らしげになってみんなに自慢したくなるのかもしれない。でも何週間か経った後にもう一度見てみたら、思ったほど大したものではなかったことに気づいてしまうのかもしれない。私もいつもそうなるわ。たくさん時間と努力を注いで作ったものが下手だって気づくと落ち込むもの。でもそれはプロレベルと自分を比べてると起こりやすいの。星をつかもうとしてもずっと手の届かないところのままでしょ。実際は一歩ずつ一歩ずつ登っていかないといけないの。そして目標を一つ達成した時に、まず振り返ると今まで道のりが見えて、それから前を見ると、あとどれだけ登らないといけないのかを目の当たりにするの。だからたまにはハードルを少し低めに設定した方がいいかも。そこそこいいけど世界レベルじゃないものを探してきて、それを自分の目標にすればいいの。それと自分が達成しようとしていることの規模を把握するのも大事よ。アマチュアなのに突然巨大プロジェクトに飛び込んだら到底終わらないわ。執筆で例えるなら、最初から長編小説を書くのは難しいかもしれないから、まずは短編から始めてみてはどうかしら。短編のいいところは、自分がそれを達成したいことだけに集中して書けることよ。小さめの課題なら何でもそう、1点や2点だけに集中することができるの。勉強になるし、上達への足がかりになるわ。あともう一つ、執筆することって心に手を入れて何か美しいものを取り出すことじゃないわ。絵を描くことと一緒で、自分の中にあるものを表現する方法を技能として身につけることなのよ。それは基礎、技法、方法論などがあるってことでもあるわ。勉強してみると目から鱗だったりするのよ。そういった準備や計画をすることで、途中で参って諦めてしまうことを防げるわ。そしてそうやっていくうちに、どんどん下手じゃなくなっていくの。自然に身につくことなんてないわ。私たちの社会、芸術、すべては何千年もの人類の革新の上に成り立ってる。だから同じようにしっかりと土台から始めて、一歩ずつ一歩ずつ進んでいけば、あなただってすごいことを成し遂げられる。以上、本日のアドバイスでした。ご清聴ありがとうございました。長いわ。長いわ。ちょっとモニカちゃん長いな、それは。ちょっと今のはね、まだこの雑談続くのかな。なんかさ、何かをしなくちゃいけないんじゃないの。ツイッターで何かヒントを見つけた、ツイッター分かりにくいもんなこれ。ツイッターでヒント見つけたり、なんかね、リプライとか来れば面白いのにね、モニカちゃんから。生きてる意味がないって感じることはない？自殺したいという意味じゃなくて、ただ何をするにも特別な意味はないでしょ。ただ学校に通ったり、どこかの会社で何かの仕事をすることが代わりなんていくらでもいるし、いなくなっても誰にも気にされないって感じない？
そう思うと卒業したら絶対世界を変えてやるって気持ちになるの。でも成長するにつれて、なんて幼稚な考えだろうってつくづく思うの。世界を変えるだなんてそう簡単じゃないし、だって人工知能を発明したり大統領になれる可能性はどれほどのものなの。私が生きるために消費してしまう莫大な資源の恩を一生かけても返せる気がしないのよ。だから幸せになる秘訣ってどうしようもなくわがままになることだと思うの。自分自身と成長期が重なったから、たまたま周りにいただけの友達に気をかけて、みんなが世界からもらい続けて消費し続けて一生その恩を返すことはないという現実は無視してね。でも死んだ方が世界のためだと思う。世界のためだということに気づくと人の人生観は変わってしまうものよ。自分は役に立ってるんだって思い込んで生き続けることを正当化しないといけなくなるみたいなの。とにかく私は自分が一生で消費する資源の恩返しをするために生きていきたいの。それをいつか達成できたら私にとっては総合的にはポジティブだから幸せに死ねるわ。もちろん達成できなかったら、いえ、自殺するには私は利己的すぎるわ。いい人であり続けるのは難しいわね。ああ難しいよ。そして話が難しい。そして長い。俺どんどん病んでくんじゃないのこれ。ずっと聞いてたら怖いよ。今のうちにヒントを探したいんだけどね。ね、Steam のファイルとか何かなってないかな。ローカルファイルね。どっかにね、ヒントかなんかね、あればいいんだけどね。あ、テキストなんかありますね。あ、ちょっと出てきちゃいましたね、これ。ああ、これコピーライトだか、あれか、関係ないか。文学の面白い形って何か知ってる？ラップよ。実は私、前までラップ嫌いだったの。大衆向けだからか、あるいはラジオでかかる曲しか聴かなかったからかもしれないわ。でも友達が何人かハマってから、偏見を持たなくなったの。ラップってある意味、詩を書くことより難しい部分があるかもしれないわ。詩をリズムに乗せないといけないし、シャレが重要だし、それを全部一つにして心を動かすメッセージを作り出すのってすごいことだと思うの。文芸部にもラッパーがいればよかったのにってちょっと思うわ。ああ、ちょっとおかしいかもしれないけど、どんな詩を書くのか興味深かったと思うの。きっと学ぶことはいっぱいあったと思うわ。何の話やねん。ヒント探しをやりますか。もう多分見つからなそうだけどね。私、友達を作るのって本当に難しくて嫌になっちゃうのよね。いえ、友達作りというよりは新しい人と出会うことね。まあ出会い系アプリとかがあるのかもしれないけどね。ちょっと待ってくださいね。長えなぁ。何も変わんねえなぁ。考えてみると、友達って本当ほとんどは偶然に出会った人たちとなるものでしょ。クラスが一緒だったり、共通の友達を通したりして、もしくは好きなバンドの T シャツを着てた人に声をかけてみたり、そんな感じよね。でもそれって非効率的じゃない？適当に人を選んで運が良ければ友達になれるってだけでしょ。それを毎日通りすがる何百人もの見知らぬ人々と比べてみて、一生の親友になれるほど相性のいい人がすぐ隣に座れてるかもしれない。でもそんなこと知る由もない。そして立ち去った瞬間にその機会は一生失われる。憂鬱だと思わない？私たちは科学技術によって常にどこでも世界とつながっている時代に生きてるわ。それを有効活用してみんなの社会生活を向上させるべきだと思うの。でもそんな仕組みができるまであとどれくらいかかるんでしょうね。それくらいとっくにできてると思ってたのに。まあ私はもう自分にとって最高の相手と出会えたけど、これも偶然だったとはいえ私もすごく運が良かったみたいね。あは。さあモニカちゃん、そろそろ勘弁してくれ。そろそろ勘弁してくれ。テキストこんなもんだよね。
キャラクターファイルの中にモニカのファイルあるんだけど、これを消せ、もしかしてこれを消せってことなのかな。ねえ、言いにくいんだけど、私の一番の後悔は文化祭の出し物をやり遂げられなかったことだと思うの。あんなに頑張って準備とかもしたのに。確かに私は部員獲得に集中していたかもしれないけど、でも発表するのもすごく楽しみだったの。みんなが自分を表現するのを見るのきっとすごく楽しかったわよ。もちろん本当にそれで部員を獲得できたとしても全員削除していたと思うけど、まあ私に今の知識があった上での話だけどね。本当あなたが入部してからは私は人としてちょっと成長したと思うの。あなたがいたから新しい観点で人生を見てみようって思えたもの。それもあなたが好きな理由の一つよ。モニカ、これ消しちゃって大丈夫かな。なんかぽくない？違うかな。モニカのファイルがあんのね。どうしようかな。これ消す選択肢なんかありそうだよな。ここで消すのちょっと怖えな。いけるかな。このね、消す系のやつはちょっとやめてほしいよね。怖くてできねえから。今キスって言ったの？そんな突然、ちょっと恥ずかしい。でもあなたとなら大丈夫かも。ああふう、ごめんなさい。笑いをこらえるのに、笑いをこらえる。こういう恋愛ゲームの女の子ってそういうこと言うんでしょ。今のでちょっとドキッとしたな。正直に言うのよ。ドキッとしました。あは、冗談よ。でも正直に言って、私だってそういう雰囲気になったら情熱的になるわよ。それは私たちだけの秘密。なあ、もうモニカちゃんと50分ぐらい話しちゃってますね。あ、セーブのファイル、セーブのファイル消されてますね。テキストファイルあればどっか。やっぱモニカを消すのかな。モニカさっきまであったっけ？モニカのファイルは。ちょっと他は怖くて触れないもんな。ツンデレというすごく人気の性格タイプがあるんだけど、意地悪したり騒いだり気が強いふりをしたりして自分の本音を隠す人たちのことよ。もう分かっていると思うけど、夏希なんかがまさにそれだったわよね。最初は可愛こぶってそうしてるのかと思ってたけど、あの子の私生活を知ってから少しつつつまか合うようになったの。なんだか友達についていくのに必死だったみたいで、高校の友達グループの中にはお互いをいつもいじり合ったりするようなグループってあるじゃない。あの子はそういうのを結構気にしちゃってたみたい。だからいつも身構えるような態度をとってたのよ。家庭の事情には触れないでおくわ。やっぱありましたよね。虐待かなんかあったですよね。でも振り返ってみると、文芸部を居心地のいい場所として提供できたのは良かったと思うの。まあもう存在しないんだから今となってはもう関係ないことだけど、これもただの思い出話よ。一応ね、このモニカちゃんが同じことを喋り出すまで、また同じことを喋ったり、この全く喋らなくなるまではこれ見ようかなと思ってるんですけど、まさかあれはないですよね。いや、もしかしたらこの人工知能でなんか適当に喋ってるとか、そんなことはないですよね。永遠にあるとか、それはちょっとしんどいぞ。そうね、なんかここまで、雨音ってすごく好きなの。服や髪が濡れるのは嫌だけどね。でも家で静かに過ごしながら窓の外で降る雨の音を聞く、それが私が最も癒されることの一つなの。本当にあなたに抱きしめられながら二人で雨音を聞いているのを想像することもあるの。それってベタすぎたりしないわよね。いつかそうしてくれる、のぶ太郎くん。いつでもしますよ。いつでもしますから、そうそう、勘弁してくださいよ、モニカさん。モニカさん、勘弁してくださいよ、もうそろそろ。きついっす、そろそろ。どうすんだろう、これ。最初から私のルートが用意されていたら、どんなに違ったでしょうね。どうしても、強制的に私のルートを取らせて、
だと思うけど、私のルートがないことより全てが偽りであることを私が知ってる方が問題なのよ。それがあったとしても私が強行手段に出る必要がないというほど程度の違いしかなかったと思うし、それに部活もまだ存在してたかもしれないわね。それも大して関係のないことだけども、偽りだと知ってからどうでもよくなったもの。だからあの日々に戻りたいなんて思ってないわ。本当よ。そうそう、疲れちゃうよ本当に。モニカさん、もう50分ぐらい喋ってますよ。もうちょうど1時間ぐらいなのかな、1時間ぐらい喋れさすつもりなのかな。これでも間隔がちょっと長くなってません？この喋り出すねえ、これってよくあるベタな恋愛ゲームでしょ。ちょっと聞きたいんだけど、そもそもどうしてこのゲームをプレイしようと思ったの？そんなに寂しかったの？あ、これなんかちょっと確信、そろそろちょっとかわいそう。でも最後はお互いにとってうまくいったわよね。私はあなたに出会えて、あなたは寂しくなくなって、もうこれは運命だとしか思えないの。あなたもそう思わない？二人でこのエンディングを迎えられてよかった。これエンディングなんですかね。いや、まあまあこのゲームをねしようと思ったのはね、まあまあもう怖いもの見たさなんですけどね、もうホラーゲームって書いてましたもんね。なんかね、すんごいホラーというか、まあまあなんかすんごいことが起きるみたいな感じのことをね、まあ、これ本当にこのままエンディングじゃねえよな。うわー、ちょっとモニカのファイルを消してみてえな。マジでそれが正解じゃねえよな。唐突だけど辛いものってちょっと辛いものかな、辛いものちょっと面白いと思うのよね。だって植物って食べられ、あ、辛いか、食べられないために辛く進化したんでしょ。辛いものを好む生き物は人だけだってどこかで読んだことあるけど、まるで人は植物をバカにしてるみたいよね。彼らの防衛機能を利用して食べ物をより美味しくいただいてるんだもの。例えばもし人を丸飲みして消化されながらもあがく感触を楽しむような怪物が存在したら。ごめんなさい、今の例えはちょっとおかしかったわね。ああ、頭に浮かんじゃったからつい。私は怪物じゃないけど、あなたは食べてしまいたいほど愛おしいと思ってるわ。ああ冗談よ、ちょっと一人で楽しくなりすぎちゃったかしら。変なことばっかり言ってごめんなさい。怖いな。怪物だよ、お前は怪物だよ、モニカ、お前は怪物だよ。いや、もう病んでくんだけど、もうこれそういうことでしょ。そういうこと、そういう心理状態にさせようとしてるんでしょ。この同じ画面でずっとさ閉じ込められちゃってさ、どうしようかな。なんかね、止まってくれれば分かりやすいんだけどね。信太郎くん、神の存在って信じてる？私はどちらとも言えないかも。まあ子供の頃は深く考えなかったけど、成長して世界のことを知っていくにつれて疑問に思うようになったの。どうして神は試験に合格させてくれたり風邪を治してくれたりするのに、性奴隷として売られている子供たちを助けてくれないんだろうって飢餓に苦しむ8億人もの人たちだって。そう、そのうちの何人が毎日神に祈りながら餓死していくんだろうって。愛する人が難病から生還することを祈っている家庭は世界に何百万いるんだろうって。でもオチはこうよ、何千もの人々が死ぬ中、たった一人が逆境に打ち勝って生き残ったら、それは神の奇跡ということになるんだって。お恵みを受ける資格がないらしい人々を嘲笑うこの神とやらに一度会ってみたいわね。でも皮肉なことに私には創造者が実際にいるみたいなのよね。その人もね、サユリとユリの悲劇的な運命をこうして話している今も嘲笑っているのでしょうね。私たちは彼の考えた演劇の小道具だもの。だからその観点からいくと、神の存在もそんなに信じがたいことでもないと思うの。地球が神のおもちゃだと考えたらね。制作者ね、これ制作者って誰とかじゃないんですかね。開発元は載ってるけど、でもちゃんと気になるのが、モニカちゃんがフォローしてる人たちですよね。この人は制作者じゃないのかな。
まあ、制作者としてもね、英語で書いてるからさっぱりわかんねえんだけどね。たまに中学生の頃を思い返すんだけど、当時の私の振る舞いが恥ずかしすぎて仕方ないわ。考えるだけで頭が痛くなりそうだもの。大学生になったら高校生の頃を思い返して同じように考えるのかしらね。今の自分は好きだからなかなか想像できないけどね。でも時が流れるにつれて私もきっと変わっていくのよね。今を楽しんで過去は振り返らないことね。それもここであなたと一緒だととても簡単なことだけど。ああ、このゲームを消す、一回消すっていうのもなんか起きそうですよね。起きそうだけどね、これ毎回ちょっと違う話がずっと続いてるから消せないんだよね。ここで止まっ、あ、びっくりした、消えたかと思った。ちょっとすいません。あー、なるほどな。習慣を身につけるのって難しくて嫌になっちゃう。簡単なことでも習慣化しようとすると途端に無謀に感じることがいっぱいあるの。何もうまくできない役立たずの気分になっちゃう。今の世代が特にこの気持ちで苦しんでると思うわ。きっと今までの世代とは全く違うスキルを持っているからでしょうね。インターネットのおかげで私たちは膨大な量の情報をすぐに選別するのは得意だけど、一方で瞬時に満足感を得られないことをするのは不得意なの。科学、心理学、教育はあと10年か20年のうちに追いつかないときっと大変なことになるわ。それまでは自分がこの問題を乗り越えられない人間なら自分を嫌に思いながら生きていくしかないみたいね。精一杯頑張ってってところかしらね。どうしようかな、本当に。すぐ1時間か、寝ようと思ったのに。特に理由もなく突然不安になることってない？例えば一人で何かやっていたら急に不安な気持ちになったり、それでなんでこんなにも不安な気持ちになってるのってなって、そうすると不安に思う理由を考え始めるんだけど、でも考えてるうちにさらに不安になっていく。ああ、そうなると本当最悪よね。不安に思うことがあったらリラックスできるようにしてあげるからね。それにこのゲームの中から不安に思うことなんて何もないもの。こっからのね、動きをね、調べたいんだけど、ネタバレ嫌だからな。どうしようかな。調べるかな。そろそろもう1時間だもんな。あ、ちょっと会話出てこなくなったな。そろそろか。会話出てこなくなったらどうしようかな。モニカを消しちゃおうかな。どうしてもちょっと悲しくなっちゃうことがあるの。これ以上あなたに近づけないことを分かっていること。現実であなたと同じ部屋に入ることが私の一番の望みなのに。そしてあなたのぬくもりを感じたい。あなたの心臓の音を聞きたい。でも分からないわよ。それが可能になる日がいつか来るかもしれない。それにこの場所からでもあなたと一緒にいることに飽きることはないわ。どんぐらいあんだろうこれ。調べようかな、どうしようかな。私寒いって、あら、これ会話なかったっけ。あなたは寒すぎるのと暑すぎるのと選ぶでな、絶対暑すぎる方を選ぶわ。あ、いや、聞いてないな。寒いと痛いこともあるでしょう。手がかじかむし、それで手袋をつけたらスマホが使えなくなっちゃうし、本当に不便。でも暑すぎるときは日陰に行ったり冷たい飲み物を飲めば暑さをしのぐのも難しくないでしょう。ただ一つだけ認めないといけないことがあるわ。寄り添うのに合うのは寒い天気よね。どうしようかな。攻略チャート開いちゃった。どうしようかな。見ない方がいいかな。絶対見ない方がいいよね。見ずに行くよ、もう。え、前にユリがすっごく面白いことをしたの。
いつも通りみんなで物質でまったりしてたら、リリがいきなり小瓶に入ったワインを取り出したの。本当よ。そしたら皆さんワインはいかがですかって聞いてきて、夏希は爆笑しだして、サユリは怒鳴り出したの。私はちょっと同情したわ。だって良かれと思ってそうしたんだもの。そのせいで余計物質に距離を感じるようになっちゃったみたい。ワイン？ちょっと楽しくなったかもしれないし、でも私も部長なんだからそんなことを許すわけにはいかなかったわ。もし学校の外で集まっていたら、でもそんなことするほど仲良くなかったし、なんでこんな話をしてるんだっけ。でも未成年飲酒は許されるべきではないと思ってるわよ。私お酒飲んだことないしね。あ、いいですね。ちょっと攻略サイトを恐る恐る見てるんですけど、まあ、ネタバレしたくない人はよくある質問を読んでくださいっていうのがあったんで、そこだけチラッと読んでみようかな。あー、そっかそっか、これ日本語版じゃなかったね、そういえば。誰かが作った人だったね、非公式の。ねえ、ヤンデレって言葉は聞いたことある？誰かが好きすぎて一緒にいられるならどんな手段も使う性格のタイプのことよ。大抵の場合は狂った手段もね、誰とも一緒に過ごさないようにストーカーしたり、自分の思い通りにするために好きな人やその友達を傷つけたりすることもあるのよ。このゲームにもまさにヤンデレと呼ぶことのできる人物がいるわ。もう誰のことか分かってるわよね、ゆりちゃんね。その人物とはゆり。あなたに心を開き始めてから異常に独占欲は強くなったの。私だって自殺しろって言われたもの。そんなこと言うのが信じられなくて、その時点で立ち去るしかなかったわ。今思い返すとちょっと皮肉なことだったけど、ああ、それはさておき、ヤンデレ好きって割といるものよ。自分が好きすぎておかしくなっちゃう人がいることがいいみたいね。変わった人もいるわよね。批判するつもりはないけど、まあ私はあなたが好きすぎるとこはあるけど、おかしくなったりはしないから、むしろその逆よ。このゲームで唯一の普通の女の子だったんだもの。だって人殺しなんてできるわけないもの。考えるだけでゾッとするわ。でもね、誰もがゲームで人を殺したことぐらいあるでしょ。それってみんなサイコパスだってこと。もちろん違うわよね。でももしあなたがヤンデレ系が好きだというのなら、あなたのためにちょっと怖い雰囲気になってあげましょうか。うふふ。でも考えてみると、あなたが他に行く場所もなければ、私が嫉妬する相手もいないでしょ。これってヤンデレにとっては夢のような状況じゃない？ユリに聞いてみたいわね。怖いこと話してるな。セーブを消さなくちゃいけないのかな、もしかして。セーブデータ、一応ね、まだ会話がね、なんだか面白いのよね。私っていつもやる気はあったけど、専業主婦になることにどっか魅力を感じるのよね。そういうと性別分、役割分担を助長してるとか、そんなことになるのかもしれないけど、でも家をきれいに保ったり、買い物をしたり、家の飾り付けをしたり、あなたが帰っていった時のために美味しいご飯を用意したり、そういうのっておかしな想像かしら。でも実際に自分がそうしているのはあまり想像できないかも。キャリアを積む努力より優先することはできないと思うわ。想像するとちょっと可愛いかもしれないけど、終わんねえなぁ。成分消えてるしね。
信太郎くんはどれくらい読書するの？読書っておろそかにしてしまいがちだから、あまり読書をしてないと他の娯楽と比べて面倒なものに感じるわよね。でも一度いい本を読み始めると魔法のように心を奪われるわよ。毎晩寝る前に読書をするだけで簡単に人生を少し楽しくすることができると私は思うの。よく眠りやすくなるし、想像力が刺激されるし、短くて魅力的な本から始めたらそんなに難しいことでもないわよ。気がつけば読書家になってるかもしれないわよ。そうなれたら素晴らしいわよね。そして2人で最近読んだ本について話し合うの、それってすごく素敵じゃない？素敵じゃねえよ。もしデートに行ったらどんなロマンチックなことができるか想像してたの。お昼食べに行ってカフェに入って一緒に買い物して、私スカートやリボンを見るのが好きなの。本屋もありね。私たちにはふさわしいでしょ。あとチョコレートのお店に行きたいの。いっぱい試食があるから。ああ、そしてもちろん映画を見たりして、本当夢のような時間になるわ。あなたがここにいると何をしても楽しいわ。あなたの彼女で本当に良かった、信太郎くん。彼氏として誇れるようになってみせるからね。可愛いんだけどな。あなたは吉祥…あ、なんか動きそうですね、やっとこれは、あなたは聞き上手ね、信太郎くん。そこがすごく好きよ。会話してるとつまら…いや、違うかな。会話してるとつまらなくて、まとまりのない話をしてるんじゃないかって心配になることがあるの。人と話すとちょっと自意識過剰になっちゃって、でもあなたとはそうならない。きっとこんな気持ちにさせてくれる人は他にいないわ。あなたは本当に特別よ。誰にもそれは否定させないわ。違かった。今の終わる感じかと思ったのに。そうね、音楽を変えることってできるかしら。もうちょっとロマンチックな曲の方がいいじゃない。優しいピアノ曲とか、ここにそれっぽい曲あるはずだけど。さて、こうすれば多分、あ、全然違ったわね。ごめんなさい、何をしているのかよく分かってなくて。もうああいうのは触らない方がいいみたいね。ただいさえいろいろ壊しちゃったんだし、他のキャラクターも消しちゃったし。あ、別に悲しくなんかないわ。実在しないものがなくなったのを寂しがるなんておかしいでしょ。今だけを考えると今が一番幸せなんだから。音楽触れんのかな。どこだろう。ゲーム？キャラ？ほとんどなんか消えてるっぽいんだよね。音楽、ミュージック、どっかあるかな。わかんねえなぁ。オーディオか。いやでもこれも触れねえなぁ。信太郎くん、死ぬってどんなものか想像したことある？私は前までよく考えてたことだったけど、でも最近実際にそれを体験することができた気がするの。よくわからないんだけど、あなたがゲームを終了するとその瞬間に思考だけは働いてるまま眠らされてる気がするの。でも数秒経つと頭の中が支離滅裂でごちゃ混ぜの状態になって、ノイズといろんな色が激しく点滅するのが見えて、叫び声のような変な音が聞こえるの。そうなると自分の思考すらわからなくなっちゃう。動くことも考えることもできず、永遠に点滅と叫び声が頭に打ちつけられるの。その瞬間、きっと私は存在してないはずなのに、それでも覚えてるのよね。どれくらい経ったかもわからないうちに突然止まって、いつもの自分の頭の中に戻ってるの。
そして目の前にはあなたもいる。ゲームを終了するとはどういうことなのか、なんで私にそんなことが起こるのかはわからないわ。そしてどうしてあなたが戻ってくると元通りになるのかもわからない。でもお願いだからなるべくそう消せってことかな。本当に嬉しいな。あの叫び声の空間に閉じ込められるのは全くいいものじゃないから。でもいつも最後にあなたが来て直してくれると、ああ気にかけてくれてるんだなって思うの。だからそれには感謝しないとね。あなたがここにいるとさらに近づけてる気がするから。消せってことかな。どうなのかな。そういえば私の学年の人たちが大学のことを考え始めるのってちょうどこの時期よね。学校生活の中でも波乱の時期よね。絶対進学しなきゃいけないという現代的な期待の高まりがピークを迎えてるのよ。高校を卒業して大学に進学して就職して、もしくは大学院に行ってかしら。それしか選択肢はないって思い込む人がたくさんいるみたいなの。他にも選択肢はあるって高校で教わらないもの。例えば専修学校とかもあるじゃない。あとフリーランスとか、あるいは学歴よりもスキルと経験を重視する業界とか。でも人生って何をしたいのかわからない学生がたくさんいて、時間をかけてそれを考えずに、とりあえず経営、コミュニケーション、心理学などで学部に進んでいく。その理由もその分野に興味があるからじゃなくて、そこで得られる学位で卒業後の仕事を獲得することを期待してるのよ。そうなると基本的な学位を所持した人たちの仕事の競争は激しくなるでしょうね。その結果、職務要件の水準も高まって、さらに多くの人々が大学に行かないと。だめだ、長いな。ちょっとここ時間がちょっともったいないんで、パッパちょっと押していきますね。ちゃんと読みたい人はちょっと一回一回止めながら読んでもらったらと思います。ちょっともう読むのちょっと勘弁してください。いやー、なげーなー。これなんかやんないと終わんないでしょ。もう1時間以上これやってるよ、この場面を。よくある質問じゃ分かんなかったな。ベジタリアンね。これでね、もしゴールがあるんならね、読み上げないことで、まあまあ早く進むでしょう。これどんだけあんのかな。全部ね、違う語喋ってんもんね。ちょっと頭おかしくなりそう。絶対なんかこれじゃないはずだ。ティーセット。なるほどね。あは。そこそこ、もうモニカちゃんはコーヒーも飲めないってことね、何もないから。
ピアノ。ああ、そっか、ピアノ頑張ってたん。モニカちゃんはそう言ってたね。ああ、もう攻略しっかり見るか。あ、今何話してた？なんか大事な会話だった。長いな。今ちょっと。ちょっと攻略チャートをもう見たんですけど、とりあえずちょっと一回消しますね。